高倉、お前午後の会議の資料ちゃんと作っといたか？え、何の話ですか？はぁ？何の話ってお前大丈夫かよ。今日は午後から新製品の会議だって俺ちゃんと伝えといたろ。お前が自分で資料作りやりますって言ったんじゃねえか。え？いや、そんなことは。おいおい、勘弁してくれよ。お前俺に恥をかかせる気か？ちょっと待ってください。会議があるなんて聞いてませんし、僕が自分で資料を作るなんて絶対に言ってません。知らねえって。お前は言ったし、俺はそう聞いたんだよ。そんなこと言われたって困っちゃうんだからさ、いいからさっさと資料を作れ。わかったか？会議は何時からですか？14時からだよ。それもしっかり伝えておいただろうが。もう1時間もないじゃないですか。それに何の製品の何についての会議なんですか？お前、何も準備してきてないどころか把握すらしてないのかよ。マジで勘弁してくれよ。もうどうすんだよ、そんなことでさ。いや、だって聞いてなかったですし、っていうか今日の朝礼でも会議があるなんて一言も。当たり前すぎて言わなかっただけだよ。いいからさっさと資料作れ。やってはみますけど、でもあと数十分じゃもうどうしよう。もう何についての会議なのかもわかりませんし。あっそ、じゃあ今日の会議は中止だな。え、中止ですか？だって資料が用意できないんだよな。お前は資料だけじゃなく反則のプレゼンも担当してたはずだ。もちろんそれもできないんだよな。プレゼン？ちょっと待ってください。誰かと間違えてませんか？反則のプレゼンなんて僕やったことありませんし。本人たっての希望だってことで部長にも伝えておいたんだけどな。社員のみんなにも迷惑をかけることになるだろうな。言い出しっぺが資料を作るの忘れてましたなんて。すみません、すぐに資料を用意します。早くしろ。直属の上司の顔に泥を塗るんじゃねえ。なあ高倉くん、さっきのプレゼンだが、あれは一体？部長、本当に申し訳ありません。僕からお願いした時間だったのに、あんなに不甲斐ない結果となってしまい。いや、私も直前になって聞かされたんだ。高倉が新製品についてプレゼンを行いたいと言っていると坂本からな。たまたま時間があったので参加したんだが。え、部長も知らなかったんですか？ああ、蓋を開ければあれだ。用意された資料はとても資料と呼べるようなものでもないし、プレゼンの内容もぐちゃぐちゃ。あの高倉くんがそんな失態を犯すなんて妙だと思ってな。やっぱりそうだったんですか？実は坂本さんに直前になって言われたんです。今日のプレゼンの準備ちゃんとできてるんだろうなって。まったく、あいつはまだそんなことを。君に恥をかかせようとしたんだろうな。高倉くんが優秀だと評判で嫉妬してるんだろう。過去にもそういうことがあってな。その時にきつく叱っておいたんだが。僕もそう感じていました。彼は自分に嫉妬しているなんて言えませんから黙っていましたが。とにかく高倉くんに分かっておいてほしいのは、さっきのプレゼンが高倉くん主導で行われたものではないということを我々はちゃんと理解しているということだ。あの場にいれば誰だって坂本に無茶ぶりされたのであろうことは理解できる。そう言っていただけると本当に助かります。そんなことより、高倉くんには山海商事との件を引き続き頑張ってもらいたい。どうだ、先方は首を縦に振りそうか？ええ、ほとんどイエスを前提に話を進めているという状況です。まだどうなるかわかりませんが、明日また先方と会う約束なので、すぐにでも良い報告ができるかもしれません。本当に頼もしいな。楽しみにしているよ。坂本のことは気にするな。また私の方から言っておく。それじゃ、いろいろと頼んだぞ。我が営業部のエースなんだからな。はい、ありがとうございます。坂本さん、一体どういうことですか？なんてことをするんですか？どうしてこんなことを？お前、山海商事との契約を取ってきたからって調子に乗ってただろ。自慢げにペラペラ人に話しやがって。俺への当てつけか？ああ、当てつけって？知ってるだろ。前に山海商事との案件を俺が担当してたんだ。
そこで直接契約を試みたがダメだった。それから数年が経ってお前が契約を結んだだと？俺の評価はだだ下がりだ。冗談じゃねえ。そんな理由で僕をボコボコにしたんですか？そんな理由？俺にとっちゃプライドってのは一番大事なもんだ。お前、このまま会社を辞めろ。え？明日も山海商事との打ち合わせなんだろ？そんな怪我を負ってるんじゃいけないよな。だから代わりに俺が言ってやる。お前はこのまま辞めて、体でも休めてろ。それこそ冗談じゃありませんよ。僕は絶対に辞めません。山海商事との仕事は僕じゃなきゃできないんです。まだ上司の俺より目立って30発分殴られたいらしいな。その5000万の契約は俺がもらう。被害届も出すな。あんた、終わりだよ。は？上等だよ。被害届は出すなだと。よくそんなことが言えるな。俺は体中を怪我したんだぞ。ふにゃふにゃのパンチだったから平気だったけどな。ああ、口では偉そうなことを言いながら、仕事の実力も腕力もあの程度か？まったく、自分が情けないと思わないのかよ。お前、誰に向かって口を聞いてやがる？誰？その辺にいるしょうもねえ中年に口を聞いてんだよ。もうお前は会社をクビになるんだ。だから敬語を使う筋合いもね。クビだと？この俺が？大体な。俺がお前を殴ったって証拠がどこにある？それを証明してみろ。お前からトイレに呼び出された時、胸ポケットに入れたスマホで動画を撮ってたんだ。え？まああくまで音声の録音がメインの目的だったけど、一応動画にしておいてよかったよ。まさか殴られるとはな。え？マジか。じゃあ、さっきの様子は全部録画されてるってことか？ああ、お前はもう終わりだよ。首どころかこんなもん、刑事事件だぞ。ち、なんだよそれ、ふざけやがって。まあいいさ、刑事事件、前科でもつきゃ箔がつくだろ。は？とにかくあの契約は俺がもらう。それは確定だ。それさえ叶えば俺は逮捕されようがなんだろうがどうでもいい。明日の商談は俺が行く。何があっても必ずだ。そして俺が結果を上げてやる。かつてできなかったことを取り返すんだ。プライドに囚われてマジで頭飛んじゃってるじゃねえか。そこまでだとは思ってなかったよ正直。ちょっと感心した。自分のプライドを守って野望を叶えるためには手段を選ばないってか。極道みたいなやり方だけど、その割にはヘナチョコパンチだったな。うるせえ。腕力なんかどうでもいいんだよ。お前はせいぜい俺に殴られたって騒ぐがいいさ。でもな、俺が商談に行って相手方のいい反応さえもらえれば、俺をクビにすることはできないはずだ。それは許さない。お前は今すぐ会社を出て行け。は？誰？私は山崎だ。この営業部の部長だよ。お前、とんでもないことをしてくれたな坂本。さっき注意したばかりだよな、高倉に構うなって。部長、また高倉の味方ですか？さっきも言ったでしょ。あのプレゼンは高倉がやりたいって言い出したものです。彼に恥をかかせるために直前で企画したようなもんではありません。こんなことがあったんだぞ、なおさら信じられるか。とにかくお前はクビだ。今すぐ会社から消えろ。もしかして高倉が泣きついたんですか？あいつも情けないですね。すぐ部長に頼ろうとするんだから、自分一人で仕返しに来ればいいのに、そんな度胸がない。仕返しだと？彼は腕を骨折してたんだぞ。強がってはいたが相当な重傷だ。お前、自分が何をやったのか本当に分かってんのか？調子に乗ってるアホを教育してやったんですよ。部長はかつて俺を山海商事との案件から外しましたよね。当たり前だろ。お前の営業には問題があった。そもそもあの案件は共通のクライアントがいたものだ。当然ながらまずは仕事が第一。それをお前が無理やりな営業で、そのせいで山海商事とは確執が生まれたんだぞ。この契約は5000万の価値だけじゃない、山海との確執を乗り越えた証でもあるんだ。それは俺の役目だったことです。高倉が達成できたのはまぐれに過ぎません。まぐれすら起こせなかったお前が言うんじゃない。ちぇ、ふざけんな。お前今どこにいる？
会社か。いいえ、今山海商事に向かっています。高倉なんて若造より俺の方がよっぽどいい仕事ができるんで。ああ、お前やめろ、今すぐ引き返すんだ。いいえ、山海商事とは俺が商談を続けますよ。この会社のためです。俺を信じてください。信じられるか。いいから戻ってこい。坂本くん、なんか事故にあったんだって？何でもスピード違反で曲がりきれずに木に突っ込んだって聞いたぞ。大人なんだから交通安全は意識しようぜ。お前、俺をコケにしやがって。コケにしたのはお前だろ。俺だって理不尽にボコボコにされて全治1ヶ月の大怪我してんだよ。理不尽じゃねえ。お前は俺の仕事を奪ったんだ。俺の成果を横取りしただろうが、俺より目立とうとしやがって。なんとでも言って、もう話になんないわ。それにな、俺はずっと足が動かないかもしれないって言われてんだ。全治1ヶ月なんてへでもないだろうが。自分で木に突っ込んどいて知らねえよ。それじゃ、あとはせいぜい頑張ってくれ。山海商事との契約は俺が責任を持って遂行するからさ。なあ、待ってくれ。頼む、せめて被害届を出すのをやめてくれないか。はあ？自分がこうなって自分のしたことがやっとわかったよ。お前もこんな思いをさせるところだったと思うと恐ろしい。本当に反省してるんだ。知るか。絶対に被害届は出す。お前から金をむしり取ってやるよ。覚悟しとけ。これまでお前にどれだけ嫌な思いをさせられてきたか。だから本当に反省してるんだって。木に突っ込んで目が覚めたんだよ。仕事を失ったら俺は終わりだ。俺の仕事への情熱はお前が一番よく知ってるだろう。もちろん、俺はその情熱の犠牲になった一人だからな。お前の行動を情熱のせいだって言うなら、お前は情熱の責任を取れ。なあ、待ってくれよ。被害届を出すなんて今まで言ってなかっただろう。はあ？当たり前すぎて言わなかっただけだよ。その後、彼は入院状態のまま会社をクビとなり、さらに僕に被害届を出されたことで、罰金、慰謝料の支払いに加え、前科までつくこととなってしまいました。長いリハビリを終え、なんとか一人で歩ける程度まで回復したそうですが、度重なる心労から、もうほとんど気力を失っているようで、現在は遠く離れた町でほとんど隠居のような生活を送っているそうです。そんな精神状態で、かつ家族からも愛想を尽かされた彼は、一体どうやって一人で生き抜いているのでしょう。まあ何にせよ、僕らの生活に干渉さえしなきゃ何でもいいんですけどね。僕の方はといえば、腕を骨折しながらも山海商事との仕事は無事に終え、それ以降も取引先として良いお付き合いができています。坂本さんがいなくなってからというもの、毎日の仕事が本当にスムーズで、彼がいかに部署の足を引っ張っていたのか改めて実感しました。